はい、どうもカッパ園長です。じゃあ今日こちら最後はね、沖縄このデニー知事見ました？ニュースすごいっすよね、この人。まあ前からずっとそうですけど、この人ね、もう最近はもう本当なんかもう正体も隠さん、まあ、最初から正体隠してないですけど、もう堂々と反日売国媚び中、もうドゥンドゥンギア上げてきますよね。なんか今度はね、自衛隊と日本の自衛隊と在日米軍、自衛隊と米軍がこの民間のこの空港使用をね禁止にする条例をね、出そうとしてるんだって。すげえな、なんでそんな権限あんの？てかねえだろ、むちゃくちゃだよね。もうさ、まあ沖縄のこの人だけじゃないよね、東京も大概ですけども、なんかさ、このなんかないの、なんかそういうなんかとんでもないこの売国ね、私腹肥やすためにね、反日売国媚び中媚び感、そういうさ、なんかこの責任者、いやプライベートでね、どこの国好きでね、どこの国に入れ込んでようがね、未然に切って、なんかこのね、やたらにこの投資するとかさ、そんなの好きに勝手にやりゃいいんですけどもね、例えばなんかこのバッチつけた国会議員でもいいですよ、都道府県知事でもいいですけどもね、都道府県市町村の議員でもいいですよ、何かしらこの公のこの立場にあるね、責任ある立場のそういうやつがさ、堂々とこの反日売国ってもう犯罪だろ、だって犯罪にしてもなんか取り締まれるようにルール変えてもらいてえよな、もしできねえんだったら。今なんか不逮捕特権とかいらねえよな、はっきり言って。え、だって法律違反して犯罪を犯したら犯罪者は犯罪者じゃん、どの立場のどこの誰だろうが関係ねえだろ、子供だろうがね、まあなんかその公職にあるね人間だろうが関係ねえよ、そんなもん。やっちゃいけないことやったやつはもう徹底的に取り締まって処罰するように、もうルール変えて社会もそういう風に変わってほしいよね。なんだこいつは、意味がわかんねえよな。でね、まあ当然沖縄の人なんかこういう話するとさね、沖縄まるっとおかしいみたいな感じでこのコメントしてくる人いるんですけどね、僕はそうじゃないっていうのは最初から言ってますけどね。例えばじゃあ沖縄のこのね、この石垣とかさ、要はこの離島の、まあ自治体のこの、まあ、市長さんですよね、市町村の、3つかな、八重山、だからその離島のこの市長さんたちはこのもう反日売国媚び中を加速させるこの玉城、デニー知事を批判するんですよね。意味が分かんねえよと。なんでこの自衛隊の、ね、防衛力強化ね、反対どころか逆行ね、どんどん封じ込めて、なんだこの中国軍はなんかウェルカムするつもりかよっていうね、そういう動きをこの離島のこの市町村のこの市長たちはけしからんと、県知事何考えてんだよっていう動きをするんですよね。だから決して沖縄ね、全体沖縄がなんかそういうこの反日売国一色っていうわけではないんですよね。ただね、この知事とその取り巻きと、あとこのマスコミだよね、あの琉球新報とかさ、タイムスとかさ、あの辺、この沖縄のメディアもね、大概この売国なんだよね、ご存知だと思いますけども、すごいですよ、この琉球新報ですけども、ほらちょっと前にこの沖縄のこの無人島さね、買ったっていうこの中国の富裕層のこの女性いたじゃないですか、あれについてね、いや国防もんね、安保案件なんかじゃないと、国防問題なんかじゃないね、買い物をしただけだと、無駄に騒ぐんじゃねえみたいなこと言って、都合悪いんだよなやっぱり。沖縄のこの無人島をね、この中国女性が買って、この国会でも取り上げられた、だからそれがこうまずいと。ね、中国に対してやたらにこの警戒心、ね、持たれたら困ると、日本社会に。だ本質はマネーゲームだとか、なんかわけのわからんこと言ってるんですよ。だからこいつらがこういう動き、こういう発言、こういう記事を飛ばすってことは、ね、やっぱ侵略なんですよ。だからここにこの注目して、
だからもう法律ルール変えてくれよ、いい加減。この太陽光パネルの時も言ったけどさ、止めろよ、禁止しろよ、取り締まれよ。何やらないんですかね。できねえじゃねえよ、やらないだけなんですよね。うん、まあだからこそね、うん、政府があんなだから、それはね、沖縄県知事だってやりたい放題。え、そらそうなりますよね。別にあのデニーさんのこのなんか、擁護する意図もないし、だから正当化するつもりもさらさらないですけども、結局だってこのね、この総理以下内閣がこの媚び中で、ね、反日で、ね、売国でって、ね、そんな政党のこのそんな政権がさね、うん、散々このやりたい放題ね、チュッパチャプスしながら、ね、私腹肥やして反日活動資金捻出させてね、半島なり大陸なりにこの送金するっていうそのスキームでね、掘るってたらさ、そんなもん見たらなんかこうね、じゃあ俺もってなるよな。そもそもがきったね、なんかこうてめえのことしか考えていねえようなクズどもなんだからさね、うん、立場が違ったとしてもね、考えることやろうとすることは一緒だよな、やっぱり。うん、そもそもがね、うん、政府があのざまでね、真面目にやるかっつったら誰もやるわけがねえよな。そう思いません？うん。いや、そこで、いや、私は私だと。ね、知事として、うん、都道府県、ね、責任者として、自治体の長として、いねえよ、そんなやつ。絶対いねえよ。どいつもこいつも、じゃあ、売りもみたいなノリだよ。うん、所詮は。だからもう、正直、どっからなんか、この改めたら、こうね、うん、全特会じゃないけどさ。ね、まともなやつ、まともなやつ探すのが大変だよね、これじゃあね。何が民間の空港使用禁止にする条例を検討だよな。舐めてるとしか思えねえよ、ほんと。うん、もう何にも隠さないよね。もう堂々と反日売国だもんな。うん、だって台湾有事を念頭にこの所業ってことはさ、ね、うん。何度もさ、自衛隊にこのなんかこの救援というか支援を求めているくせにね、ようこんなことやれるよな。うん、ね、結局こういうことなんだよな。いや、もうこういうやつらがはびこってるからこそね、やっぱりこの基地作ってね、なんだ、もう強制執行でいいと思うけどな。うん、じゃあなんだね、そんな禁止条例用意するっつんだったらね、災害時にね、沖縄は自衛隊に助け求めるの禁止しとけよ。うん、ね、好き勝手散々普段はやらせてもらいますよ、でも困った時には助けてくださいね。そんな話通るかよ、ったくよ、舐めやがって。いやー、もうこんなんだったらさな、うん、いやでもこれ拘束力とかあるのかな、ないよなね、もう有事の際にはなんかこのわめいていてもね、問答無用で勝手に使うしかねえよな、こんなふざけたやつら。うん、こういうさね、たわけもんをさ、問答無用で強制的にこの排除することってできねえのかな。おかしいだよな、ほんとな。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。